おはようございます。宮です。いよいよ本日、グランプリファイナルの、え、段ショートプログラムの日、やっていきましたね。我がおしめン、宇野昌磨選手、昨日の公式練習で絶好調。ネット記事にも上がっていていいわよ。うん。今回は、えー、先日の中国派と違って、氷はいいみたいですね。やっぱり、フィギュアスケートだから、氷は大事ですね。ニンスラなど、前回は滑らないと言っていたから、えー、NHK 杯からしっかりと自分の信じるスケートを練習してきたみたいだから、 今宵は、信じる道を突き進み、えー、持てる力を全て出し尽くせますように。何か今までと違う気がしますね。さらに、さ、え、ら、ー、に、内なる炎が燃えて、ショーママジック、月の光、輝かせますように。I love you, I love you, I love you。キラキラ、あの冒頭の I love you で、えー、ショーマムーンの、えー、世界に引き込まれたら、あなたもショーマ選手から目が離せませんよ。一気に見せるから、えー、まぶし、まえー、輝く、 生きしないで見ほれてくださいね。あの腕や背中の使い方、明日、えー、あっ、あきこ様ですね。あきこ様曰く、やっぱり背中の使い方が素晴らしい。すべてのポーズが綺麗肩甲骨から私も思いました。腕の使い方、うねりや、しなりや、体全体からシームーマム,ムーンリズムが、音楽が流れてきて、ため息ヒューヒュームーン。やっぱり私はこの月の光大好きだわ。 シオマくんはジャッジ前までアピールしませんが、うん。遠くからでもその美しい、まさに月になった、えー、お姿。シオマムーン、ラストポーズの綺麗、えー、なお姿。あれを見せなくては、もうプラス10、えー、億千万点、えー。よろしくお願いします。ヒロミーもびっくりしますよ。ヒロミ号。あ、ゴーヒロミですね、えー。もちろん私はテレビ前から黄色バナータオルフリフリしながら、バクバクバク応援します。 頑張って、宇野添も見せろ。私は今までも、今も、今からも変わらず、我がおし名を応援をし続けますよ。鬼方にたたお楽しみに。うん。宇野選手、確かにあのジャッジ前でアピールしませんね。だけど、逆にそれがいいのかな逆に、逆にいいと言いますかね。引きつけられますからね。フロスキからからさん、おはようございます。中田里くんが大好きな兄貴のカオくんと一緒で、 すごく喜んでいるようです。うんなるほど。リゅうくんのお母さんは何度かお会いしましたが、金髪の綺麗な方で、中田先生はどうやってイギリス女子を駆動いったんだろうと話題になってました。今日からですね、皆さん、ジュリアも楽しいですよ。うん。中田リゅウくんお父さん日本人で、お母さんがイギリス人の女性なんですよね、確かね。うん。僕も少し気になりますね。まもなくジュリアが始まりますかねもう始まってるかな うん、おはようございます。実は、えワリエワがドーピングに引っかかったのは、ロシアナショナルでオリンピックではないんです。うーんなるほど。それゆ上に厳しい判断になっています。なるほど。実は、ナショナル全日本国体の6ヶ月前からえ抜き打ちのドーピング検査があります。国際じゃありかないレベルの選手には行きませんが、でも全くないとは言えない状況になるみたいです。今回の小田,くんさ,小田さんは、 やるべきドーピング検査をしてないで、えー、試合に出たことが、で、とがめられています。うん、落とし、うん、とがめられています。えー、小田さんに関しては、正式にインストラクター協会にも入った候補者ったんで、スケート連盟が分かっているものだと思ったんでしょう。アンチドーピング機構の問題なんで、甘くするとその隙間を狙う国も出てきます。普通ならば、しばらく試合に出れないんで、救済された方だと思うんですが、と。ね。 いうあ救済された方だと思うんですかね。うん。ね、ね、ということですよね。なるほどね。うん。割り際の件もそうですよね。割り際はオリンピックじゃなくて、えー、ロシアのアシアだったんですね。うん。アクアマリンさん、どうもです。以前こちらで話題になったんで、少し省略しましたが、小田君は、ジャーダへの 登録検査対象者リストに含まれる協議者として、引退届を提出した。引退後、ジャーダが指定する国内大会、国体と全日本選手権が該当に出場するには、6ヶ月前までに復帰届を提出する義務があった。ジャーダに復帰届を出す必要があることは、ジャーダ引退届にも記載されている。提出されず、今年1月国体に出場。小田君はドーピング復帰手続きの不備により、 国体の成績が抹消になりました。うん。エントリーして、愛知県の大会には出場しなかったんですね。うん。あ、今回の愛知県の大会には出場な、あの、エントリーはし,た、ね、していたんですね。うん。ということでございますよ。うん。あ、アクアマリンさん、秘宝、ゴールデンスピンに出場するアイスダンス、淳、西山君のロスバゲのようです。ロスバゲ、また多いですね。イースト。かわいさすぎるな。 アイスタンスは8日ですが、どうなるか。うん。成功ありも、ロスバゲでダブル。え、そうなんですね。え、なんでちょっとロスバゲ大釣りですね。同じ、同じ飛行機のなのかなかわいそうだな。変身ちょっとありますね。うん。ロスバゲはちょっとかわいそう。ロスバゲちょっと多いな。ね、えー、え、テリのとこ。 丸ごと剥奪したら坂本さん金メダルでは言い過ぎかという。<laughs> うん。確かに。そしたら樋口さんも見られるじゃないですかね。ね。はい、宮です。今日は、えー、くん、エイモーズくんの次の2番カーソーだわ。いい順番だわ。うん。思いっきり自分を出せそう。信じた練習通り頑張って、高い高い壁になれ。 何しろ月まで高い壁だから、えー、最後の最後まで超えませんように頑張って。今年は激戦だから、ちょっと超魔ファンなんで全集中しますね。えー、他の日本選手も応援しますがやっぱり唯一無二。我がおし命は、えー、身体も関わるかもだから、私はそんな分岐点になる気がするから、全身全然で応援しますよ。いざ勝負、自分に負けるな攻めろ、やり抜け、勝利をつかめ、えー、試合だから、競技は皆様好きな選手をするで応援ですよ。皆違ってみないか楽しみです。 うん、おはりこさん、よろしくお願いします。かむさん、おはようございます。私も、小田さんの処分は、なんとかなんないものか、うん、とは思いますが、えー、知らずに出た国体はともかく、ダメだと分かっていた西日本に出たのは、ちょっと落ち度があったかと思います。うん。練習をしてきたから出たかった気持ちは理解できますし、私はライストで応援をしていて、まさかの優勝には喜びましたよ。うん。ただ、 復帰優勝は先制優勝者だったからこそ、ドーピングの手続き不備で、不備が格好のネタになってしまったと思います。ヤフーニュースなんて、タイトルだけ見て中身見ない人がたくさんいて、イメージダウンさせたいのです。うん。ちゃんとクリーンにしてから再挑戦をし,てしたら、もう少しイメージが良かったと思いました。確かにですね。いや、でもあの時はびっくりしましたね。西日本選手権優勝で。ねえ。 いやー本当になんか喜んでました、だったもん、ほんと天国が地獄に落とされた感じになっちゃいましたからね。うん。はい、おはようございます。今夜、地上波19時から始まって、男子には1時間後に滑るんで、前半はジュニアや各選手の特集を流す構成から、うん。300点超えが前面に出てるけど、カく君は面白い選手だし、たくさんカードを飛べる。他の選手、ミスが出る時もある。 優勝は本当に分かんないですよね。選手たちはファイナルにも行けるまでが大変だったと思うんで、えー、楽しんでればいいと思っています。紀平梨花選手もファイナルでトリプルアクセルをミスって、後からリカバリーをしていたな。シリーズだったからやらなかったとテレビで言ってました。うん。うん。木平さんでも月の光の時はね、ちょっと私85点80、80点超えてましたよね。 うん、トリプルアクセル決めて。でも、フリーでちょっとミスったかなあの時でも優勝しました。2010、2020、ね、なんか2019年だったの、確か。うん。えー、マイク・バテラさんどうもです。かぶくんおはようございます。うん。えっと、小田君はよくはよ,よくよく運がないですね。えー、禁止薬物を実際に摂取、えー、したわけでもないのに。うん。コーストナーさんだって、 彼氏のとばっちりみたいなもんで、2年間の出場禁止処分でしょ。じゃあ、ワリエワはどうなるのよって言いたいですね。うん。実際に禁止薬物が検出されてしまったんだから、現行犯逮捕みたいなもんですよ。何でも、ロシアの北京五輪団体戦のメンバーが金メダルを返してくれなんて言ってるらしいですよ。誰も、金メダルをあげた覚えはないものを返せるわけがないじゃありませんか。ロシアでも、 えー、マリアソツコワ選手っていうのがいましたけど、彼女は禁止薬物が検出された上に、医療証明書偽造ということで、10年間の資格停止になって実質引退をしてますけどね、うんこのあ。この間は、この間はコーチも検出されているそうです。GPF2、ピョンチャン後に8の選手です。うん、あの長身から繰り出すタノジャンプの美しい選手でした。マリアソツコワ選手ね。 医療証明書の偽造とかもやっちゃったんですね。さすがにやばいですね、これはね。うん。で、割りの件はいつ解決するんですかねなんか、小田くんにはすごいね、厳しかったんですが、割り際はいつになったらなんだろうね。長すぎでしょ。うん。ワイルーさん、おはようございます。まるでに4回転アクセル投入予定なんですね。いまいちも、 順位気にしないと答えてたし、マリニン君は自分しかない武器を見せるのかしら。エンターテイナーだな。下の方のスレッドでアメリカ流星が分かんないけれど、アダムも中国で人気ありそう。うん。でも日本、えー、選手全力応援です。ジュニアから、えー、あジュニアから、えー、ジュニアは夕方十一半、11時過ぎからですね。 うんこちらも時間に合わせて頑張ります。うん、もうジュニアね、もうもう少しで始まりますね、ジュニア男子ね。もう始まってるかな。うん、ねえ、鍵山くんとかもなんかあ、新しい4回転とか挑戦するんですかね。フリップジャンプとかね。うん。カオくんも4回転ループ投入するし、今回のグランプリファイナルは、結構、あの、皆さん、順位関係なく、結構なんか挑戦する感じかな。うん。 すみよしリオンちゃん4回転とトリプルとやってましたが、4歳あるのかなうん。結構楽しみだね。うん。えー、マルディンさんどうもです。フィギュア、えー、昨日松岡修造さんの中国現地レポをコメントしました。それでね、アダムくんのジムでのトレーニングが気になったから、えー、重量上げの選手がするようなダンベルやっていたね。アダム翔くん。うん。ただし、仰向けに寝て、えー、上に30センチくらいまで上げる筋トレ。 大谷翔平さんもダンベルトレーニングをやるけど、立ったま,ま腰のあたりまで上げる。それ以上は上げないと。うん。えー、そこからわかることは、大谷翔平さんは、野球に必要なためのトレーニング、トレで、アダム君はフィギュアに必要な筋トレ、えダンベルの重さだけど、大谷さんは220キロぐらいで、アダム君は私の目視だと、100キロはいってないかなと思う。うん。確かにマリニンもこういう筋トレやってた。 フィギュア界も科学トレーニング、やっぱり取,取り入れてるね。それから、マリニンのモチベーションは、ショマ君だって。うーん。前はもちろん姉さんだったけど、今のトップはショマ君だから、GPF の優勝を取りたい。だからこそ、表現にも力を入れてきている。ショマ君のモチベーションが今、ユマ君がもたらしてくれたけど、ユマ君にとってはずっとショマ君を追って追いかけている。ユマ君にとって、ショマ君はモチベーションだからこそ、 怪我の間表現に力を入れてきたよねユーマくん、マリニンはショマくんに、そしてユーマくんはユーマくんにえ、それぞれやる気をいただくモチベーションの場じゃないいいね。素敵な闘争心、スポーツは美しい。うん。あのやっぱね、モチベーションのね、が一番大事ですね。だからやっぱ他の選手のね、交流とかでの、他の選手によってのモチベの相乗効果っていうのは一番素晴らしいですね。うん。 えー、フィギュア、えー、ステファンとカロリーナ・コストナーの、えー、恋愛のことですが、一般的に恋愛の成就は、結婚というのが認識で,で、恋人関係を解消したとなれば、破局と考えてしまうと思うんですが、えー、このお二人に関しては、恋人関係を解消しても、えー、ベストフレンドに変わっているように思うな。その根底にあるのはフィギュア愛の深さだと私は思っています。恋人関係を解消するにしても、事情はいろいろですから、どちらかに、えー、愛の関係の一辺もなければ、 再会も嫌でしょうか。このお二人が g p 級での再会は、ステファンは、えー、シューマの講師として、カロリーナ・ユーマの講師としてで、お互いにフィギュアの講師として立派なお仕事をされていますから、お互い尊敬していたの再会でしょうね。うん。えー、そして、あのステファンは全日本合宿を10年勤めていますし、カロリーナもコロナ前に全日本合宿に1回来て指導をしています。えー、ショーマくも全日本でステファンの指導を長く受けていたからこそ、ステファンの人から、 指導力を一番身近に感じていて、ステファンにコーチをお願いしたと思います。今くんもカロリーナで全日本でのコーチ師と、カリヤマくんも見て知っているわけだから、カロリーナにコーチを頼んでしょうね。ステファンとカロリーナ、どちらも人間的にスケート主力もとても素晴らしい。うん。だからソチ五輪の頃、お互いに惹かれったんでしょうね。うん。ソチにとはもう若かったんじゃなかった確かね。トリオリンピックのあたりじゃなかったかな、確か。うん。 はい。というわけで、今日はどうなるのか、これから見ていきましょうね、フィギュア。グランプリファイナルね。